これだけ多くの方が集まったこの私たちの怒りを、ちゃんと残していかないと、また橋本さんのことですからすぐ忘れてしまうかもしれませんので、今日ですねアピールを、採択して終わりたいというふうに思います。皆さんにお配りした資料、ちょっとお手元にない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、アピール案をご覧ください。ではどうぞ、斉藤文江さんに取り組んでいただきます。よろしくお願いします。それでは会場いっぱいにお集まりの皆様の怒りと、そしてこの会場に来たくても来れなかった、国内外の皆さんの思いを込めて、一生懸命読まさせていただきます。少しこのように長いんですが、最後までお付き合いいただければと思います。橋本徹大阪市長日本維新の会共同代表は5月13日、慰安婦制度が必要なのは誰だと分かる、海兵隊の性的エネルギーを解消するためにもっと風俗業を活用するよう進言したなどと発言しました。国内外からの大きな批判を受けても橋本氏は表面的な弁明を繰り返すのみで、いまだに発言を撤回せず責任を取ろうともしていません。橋本氏の一連の発言は筆舌に尽くしがたい日々を生き延び、今なお PTSD に苦しむ日本軍慰安婦被害女性や今日も起きている性暴力の被害者たちの尊厳を著しく傷つけるものです。戦争を遂行するためには女性を性欲処理の道具として利用することもやむを得ないという考えが自治体の主張であり政党の代表である人物の口から平然と表明されるとは心底恐ろしいことです。このような人物が政治に関わり続けることは到底受け入れられません。しかしその後も西村慎吾議員による韓国人女性を侮蔑する発言など加害責任の否定と根深い差別意識に基づく公人の人権否定発言が続いており、決して橋本氏一人の問題ではないことが明らかになっています。とりわけ橋本氏の発言について明確に批判しないばかりか、自ら従軍慰安婦に教義の強制の証拠はないと述べたり、河野談話の見直しを示唆するなど、慰安婦問題に関する日本政府の責任を否認してきた安倍晋三首相の責任は厳しく追及されるべきです。橋本氏の発言はまた、慰安婦問題の責任否定が今日における女性の人権軽視と深くつながっている事実を改めて突きつけています。沖縄の海兵隊による性暴力を男性兵士の性的エネルギーの解消の問題としか捉えずに、風俗の活用を主張する橋本氏は、占領地における軍人の性暴力対策として慰安婦を設置した旧日本軍とまさに発想を同じくしています。これは男性の性欲はコントロールできないという神話に基づいていますが、こうした考え方のもとで男性の性暴力は容認される一方、女性は自らは性的欲求を持たず男性の欲求に応えるべき存在とみなされてきました。このような性的偏見を維持したまま風俗を男性の性的欲求のはけ口として活用すべきと主張することは、風俗で働く女性たちに対する性暴力を容認することになりかねず、女性を低層を守るべき女性と性の防波堤となるべき女性とに分断し差別することにもつながります。性的自由は全ての人が持つ普遍的な権利であり、私たちは外国人女性や風俗に従事する女性たちに対する差別的取り扱いを決して認めません。これまでも公人による差別発言が繰り返され、その度に容認されてきました。もうこのようなことを許すわけにはいきません。私たちは橋本市長に対し発言の撤回と謝罪、辞職により多くの人々を傷つけ侮辱した責任を取るよう求めます。また日本政府に対し国連人権条約に基づいて橋本氏ら公人による人権否定発言に対して明確に反論し、
差別と偏見を是正する責務を果たすように求めます。そして慰安婦制度が日本軍による戦争犯罪であった事実を認め、被害者に公的謝罪と被害者に公式謝罪と個人賠償を行って問題解決に当たるよう求めます。この事実を教科書にも記述し、次世代への教育にも努めなければなりません。最後に、日本軍による性暴力や沖縄における米軍の性暴力の頻発は、戦争と軍事化が女性に対する暴力と密接な関係にあることを示しています。私たちは戦争ができる国を目指す憲法改悪を拒否し、あらゆる女性と男性の実現、あらゆる女性と男性の人権が実現される政治を求めます。2013年5月22日、女性の人権を尊重する政治を、橋本発言に抗議する緊急院内集会参加者たち。ありがとうございました。では拍手をもちまして、こちらのアピールをさらに続けていただきます。